湿度計。湿度計は湿度を測定する器具。緩急温度と湿球温度の温度差から表により求める間質計や吸湿剤の電気特性の変化をセンサーで測定する電気式湿度計がある。また精密観測用には露天計も用いられる。毛髪の性質を利用した毛髪湿度計など伸縮性の素材を用いた湿度計もあるが交差や 時間差が大きいのが欠点である。測定原理は相対湿度を間知部の物性、形状の変化として検出するものと、大気温度と水蒸気圧等を測定することによって間接的に算出する気圧による補正が必要ものとに対別される。一般的には後者の方が精度の高い観測が可能であるとされ、ことに間湿式湿度計は他の湿度計を構成する。 基準器としての性格を持つ。日本では、気象業務法及びその解放令により、公共的な気象観測には、検定に合格した、監視式湿度計、毛髪性湿度計、露点式湿度計または、電気式湿度計を用いることとされている。伸縮式湿度計は、ピンと張った人や、動物の毛、ナイロン糸の湿度変化による伸縮を利用したもので、ある。 構造が簡単で相対湿度を直読でき連続測定も可能である。しかし、指示遅れや誤差、誤摂取20度で5%程度が大きくなることを避けられないのが短所である。気象観測用として、毛髪性湿度計に許容される気差は湿度5%である。伸縮式湿度計には指針とメモリ板によって湿度を直接表示するもののほか、 指針の代わりに記録ペンを駆動し、全米等の動力で回転するドラムに巻かれた記録紙に湿度の時系列を自動的に記する時期湿度計がある。近年は自動観測用に電子的に伸縮を検出するものも作られている。公共的な気象観測に用いられる毛髪性湿度計は幹部に脱脂等の処理をした毛髪を用いた伸縮式湿度計である。応答性、 細さと耐久性、弾力に優れることから、白人女性の金髪、特に、フランスや北欧の若い女性のものが最適であると、されており、このことは、気象庁の元測器課長でもある、新田次郎の、毛髪質時計という作品のモチーフにもなっている。測定部分は、塩分を染み込ませた腰紙を間質剤として、金属、真鍮の薄板に貼り合わせ、 全米型のコイル状に巻いたものである。湿度が上がると、紙は吸出して膨張し、一方、真鍮は伸びないためコイルが変形して、全米が巻き上げられ先端の指針を動かす。構造が単純で安価なため家庭用として広く普及しているが、誤差が10%以上生じる場合があるなど精度は高くない。また数年で、コイルが劣化して寿命となる。環球温度と、 湿球温度等を同時測定することによる湿度計。電気式湿度計は半導体等を用いたセンサーを幹部とする。機器への組み込みが容易なことから空気調和設備の自動制御や電子式記録、表示装置に接続して用いられることも多い。最も一般的な電子センサーは公共的な気象観測に用いられる容量性及び抵抗性のものである。これらはもに 間室体として多孔質のセラミックスまたは吸湿性の高分子膜を用いるものである。容量性センサーは間室体を挟む2つの板上電極の間に交流電圧を印加することによって間室体の水分吸収に伴う有電率の変化がもたらす電極間の静電容量の変化から湿度を測定する。抵抗性センサーは 感出体の水分吸収に伴う導電性の変化を利用する。これらによって得られた計測値は普通の計量器、容量計、抵抗計やデータ収集ボード、データキッシャンボードによって可視化される。測定原理の性質上、温度変化による誤差を避けられず、気象観測用としては、これを温度変化摂氏1度につき湿度0.2%以内に抑えなければならないため、 実際の製品では、温度センサーを用いた補正器を持つことが多い。また、間質帯にフィルターを装着しているとはいえ、表面の汚損等による強樹変化が避けられないため、定期的な整備と構成度が必要である。気象観測用として許容される喫茶は、湿度プラスマイナス5%、ラジオゾンデ用の場合、湿度10%である。露天系は、 露天温度を測定することにより湿度を求めるものである。静電容量式高分子センサは原理的にはある気体に反応する有電体の層を持つコンデンサである。理想的には有電体の膜が周囲に存在するある気体の量と同じ比率でその気体を吸収する。冷却式露天系は観測面を冷却していき結露を生じた時の温度を測定するものである。 低湿度の測定に適する。冷却には、冷凍機、ペルチェ効果による、電子冷却、ドライアイス、液体窒素等がいられる。温度の測定には、熱源体、抵抗温度計等が用いられる。露天式湿度計の幹部である塩カリチウム露点計は、塩カリチウム水溶液を塗布した膜の表面における、水蒸気圧が、周囲の気体の水蒸気圧と等しくなる温度を、 測定するものである。グラスウールで折った金属管に1体の加熱用電熱線を巻き、その上から塩化リチウム水溶液を塗布する。これに交流電圧を引火して温度を上昇させていくと水分の蒸発に伴ってグラスウール内のイオンが減少していき、電流がほとんど流れなくなる。通電をやめると吸湿性の高い塩化リチウムは再びイオン化し、 電流が流れるようになる。この時、グラスウール表面の水蒸気圧と周囲の気体の水蒸気圧とが等しくなっていることを利用して露点を求める。温度の測定には電気式温度計を用いるが気温の測定の場合と異なり抵抗体には白金の他にニッケルを使用することもできる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。